上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。じゃあファミリーマートの紅茶カフェに紅茶ゼリーミルクティーなんだろう、あの紅茶カフェのミルクティーの中にゼリーが入ったんですね。ゼリーが入ると何かが変わるのかな。ミルクティーがもともと好きなので楽しみですね。それでは、楽しみ。あの湧き出しのミルクティーのいい香りがしてきました。では飲んでみます。チャンネル登録よろしくお願いします。ミルクティーは方法に美味しかったんですが、ゼリーはそこまでは入ってなかったですね。ちょっと食感の感じのね、そんな感じでした。なのでタピオカドリンクのような歯ごたえを求めるとかもしれません。もう一度ゼリーあってもよかったかなと思いましたので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントお楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録